はい、どうもこんにちは。とりあえず8月8日2本目の動画に撮っていきたいと思います。昨日っすね、加藤から、まあ一応ね、メーカーの方でもポスターは出てますんで、ちょっと扱っていこうかなと思いますが、皆さんもね、知っての通り、加藤からね、まあ踊り子の新車が2本出ますということで、告知されてございますが、間違えた。ポスター一覧。一応こちらっすね。あ、間違えた。はい、こちらっすね。まあ一応ね、どちらとも品番価格未定っていう感じは出てますが、2021年の春、まあ、来年の春ね、まあ、企画進行中ということで、まあ、まさかの N ゲージが3セット目ですね。まあ、加藤はね、4月かな？まあ、何ヶ月前か忘れましたけど、タリスですね。タリスの、デュープレックス型のやつも、まあ、来年の春製品化するってことでね、まあ、早くも、来年の春がね、N ゲージの製品化3本が確定しますんで、ちょっと見物っすね。そうですね、2021年春製品化決定で、タリスの PBK への新塗装と。まあ、こちらも出るっていうことでね。まあ、ちょっとこの辺は、加藤、まあ、どうなるか見物かなっていうね、期待はありますが。まあ、とりあえずね、まあ、詳しい情報だけはね、そんなに出ないんですが、見ていきましょうかね。まずこちら、美しい伊豆の海と空をイメージした観光特急列車、サフィール踊り子製品化。特徴的な戦闘形状、開放感のある天窓、光沢感のある美しい塗装やグラデーションを、帯を的確に再現。食堂車の特徴的なテーブルランプ、そして、なんか壁の下の部分かなんかの照明もリアルに点灯するんですね。知らん。全車室内灯付きになるのかな、分からんけど。で、一応、品番、ともに価格が未定と。そしてこちら、まあ、E257 系のですね。もっと熱い車両で、転用改造されて、踊り子で転用が、まあ、投入されている2000番での製品化。ライトレイが変更された全面特徴的なカラーリングも的確に再現し、機器更新、ブレーキ提供、抵抗器提供の姿も、新規作成と。まあ、こちらも品番価格未定で、まあ、それぞれ企画は進行中と。まあそうですね。この踊り子に関して言えば、まあ妥当なんすよね。出て当たり前というか。ただまあ俺正直言うと、こういう形で出るとは思わなかったんですよね。正直言うと。まあ、なんだっけな。まああれか、コロナがひど、まあまだね、まあ今もコロナひどいですけど、まあコロナがまだ初期のひどかった時に、1回か2回かな。確か俺2回ぐらい面白いしてんのか。で、武蔵小杉行った時かなんか、ちょうどあの上のホームにサフィールいたんですよね。まあ俺あれ初めてが遭遇する機会で、でとね、つい最近もね、つい最近じゃねえよ。いつだっけな、先月かな、あ、4月か。7月にも俺ちょこちょこ秋葉原にパーツ買いに行ったり、まあ、してるんで、なんだっけな。まあ、1回だけこいつ見る機会があったんですよね。この新車の踊り子。一応ね、俺そんなに写真はね、綺麗な方なんじゃないんで、ちょっとあんまりね、その他人様にお、おいそれとお見それ、お見せできるような代物ではないんですけど、どれだっけな。あれねえや。あれ俺間違えちゃった。あったあったあった。一応ね、こういう車両みたいっすね。ちょっと見づらい画像で申し訳ないですけど。一応これ東京駅で撮った時の写真なんですけど、まあこういう感じみたいっすね。この貫通、こっち一応貫通、扉がね、1号車がなんですけど、1号車とかあれか、島田4年テント車が。で、こっちがね、付属編成もつなげていいように9号車側になってるんですけど、まあ、なんだろう、ライトが変わった以外は、おおむね、暑さとかと変わんないかなって気がするんですよね。まあ、俺、詳しい、まだこの車両乗ったことがないし、暑さ解除の車両も乗ったことがなかったんで、いまいちわかんないんですけど、まあ、あれでしたっけ、確かサロハかなんかが、搬出かなんかだったグリーン車が1両丸々グリーン車でしたっけ。だから、従来の今にいる1%5の踊り子が、グリーン車2両のところが1両になるみたいですね。まあ、どうなるか見物っちゃ見ますけど。まあでも正直多分今、伊豆方面にそんなに行く方もいないだろうし。まあ、いるとしても多分、どうなんでしょうね。皆さん、どうやって行くんだろう。まあ、俺がもし伊豆行くとしたら、まあその行くタイミングとか、まあ日程にもよるかもしれないけど、まあ俺だったらおおむね、朝早い時間帯の普通電車で、熱海まで行って、始発かなんかの、リゾート21乗って、多分熱海、まあ熱海から下田まで行って、帰りは多分ね、まあ、どうなるかわかんないけど、まあ、熱海まで行って、まあ、東海道線でのんびり下るか、新幹線で、まあ、品川まで行くか、俺だったらそうやるから、あんまり踊り子って乗らないんですよね。最後に踊り子乗ったのってね、俺多分ね、何年か前の伊豆急の100系雲波103のイベントがね、平日行った時、ちょうどね、何年か前の東急なんですよ。確かね、何年か前の東急のイベント日と、俺ちょうど勝ち合ったんですよ。で、あの頃俺まだ、なんだっけ。まあその中学の時の、まあ同級生が一人東急で働いてるんで、
当たったぞ長津田のってまあ自慢はしたんですけど、まあ、あいつも東急だからめちゃくちゃ関係ないですけど、まあしかもあいつ東横線なんで、今働いてるかとか知んないですけど、まあ、昔は横浜駅であいつ働いてたんですよ、その入社したての時は。で自慢して結局行くのって言われたけど、いやー子会社の方行くわっつって俺あれ伊豆家の方行っちゃったんですよね。でその帰りかなんかに踊り子乗ったのかな、確かあの頃まだねエクスプレスの185があのバリバリ踊り子としてって頃だったんですよ。あの時にね多分踊り子乗ったのがね多分伊豆高原から乗ったのかな、指定席、確か指定席乗った。でもねめちゃくちゃねあの時のねその雲早くさんとか覚えてるんですよね。俺ちょうど往復乗ったんですよ、あの高原から下田までと下田から高原までと。であの時のね覚えてるのは心理学はクソだわ、なんかお坊飯の話もクソだわ。まあ俺は明らかにあれ雲早くさん乗りに行ったんで、あの時ほどクソみたいな旅行だみたいなと思って、それら鉄道旅行って本当にもう気ままに乗りに行くことでしか嫌になっちゃったんですよね。まあああいうだから団体旅行ってそう向いてないですよね。マジでね、鉄道マニアがね、クソな僧侶なんですね。クソな心理学通用するわけないんですよ。俺みたいなね、中途半端な人間にね、心理学が当たったらマジですごいですよと思ったんですけど。俺なんかすごいですからね、その時の気分によって好きなカラー変わりますからね。水色、ピンク、黄緑、オレンジと。すっげえあの時の心理学クソだなと思って聞いたんですけど。まあとりあえずでも今回そうですね、踊り子乗る機会はないけど製品化ということでね。まあでも俺の予想としてはもう話がちょっと出ちゃったんですけど、サフィールに関してはおそらく8両セットで出ると思うんですよ。まあむしろこれが8両セットで出るけど分割で出たら面白いなと思うんですけど、まあちょっとちなみにサフィールが全部で何本いるかすら俺ちょっと存じてないんで申し訳ないんですけど、全部で何本いるのかな、なんだっけ、とりあえずなんだっけ、日清かなんかのカップラーメンが食えるんだっけ。これ E がついたっけ、頭に。あ、つくんだ。E261K 検索と。あ、全部で2編成がいるんだ。まあ、トータル16両ってことか。なるほど。まあ、そうっすね。どうなるか。まあ、もしかするとトップナンバーの編成を、まあ、8両セットで、しかもあれ？あの、四季島とか、トワイライト水風みたいな、あ水風出したっけ、加藤って水風出したっけ、出したかな覚えてないですけど、まあ、四季島とか多分水風みたいな、まあ、ゴージャスなケースで8両セットだけ出して、で、もしかするともう一個を4期4増で出すって可能性も、まあ、ゼロではないと思うんですよね。まあ、あくまでもこの辺は多分発売当初のやつわかんないですけど、俺はでも8両ぐらいだったら多分加藤のことはセットで出すと思うんですよね。多分8両だったらセットで出すと思うんですよね。まああくまでわかんない面白いですけど。で、問題はこっちなんですよね。まあ今現在、E257 系。俺が知ってるのはね、踊り子107号と108号かな。まあそれこそあの、ちょっと前に大回り乗車した時は、確かあの時踊り子100、今違うんだっけ、踊り子10号だっけ、なんか今あの、踊り子の、そのなんつうの、なんつうの、まあ何号ってやつ、まあ、列車番号とかそういう、まあ、やつ変わっちゃったみたいで、昔は踊り子って東京駅発着の定期便が105折り返し6、で、その後107折り返し108だったんですよ。確か時間で言うと川崎を9時、あ、違う、東京9時に発車して、川崎に帰ってくるのが2時半頃かな？その踊り子105、6が。で、その後の107、108が、確か川崎、それ東京10時に発車して、川崎に帰ってくるのが確か3時半だったはずなんですよ、昔の踊り子って。で、まあ、踊り子105号、106号が、まあ、下田修善寺行きで、で、その107、8号っていうのが、まあ、下田行きの、まあ、単品重量だったんですけど、今はなんかその107号、108号のダイヤのやつが、なんかこいつに切り替わっちゃったらしいですね。まあ、俺、なんだっけ、ちょっと前に、なんだっけな、先週か先週中ぐらいか、6両足す4両のぼったくり全車指定席モノクラス踊り子を撮影しに行こうと思ったら、その前に定期の踊り子来たんで、俺てっきりダイソーかなと思ってたら、その後にあの185件がワーンって過ごしたんで、こんな野郎踊り子連チャンで出すんじゃねえよと思って、俺機嫌悪かったんですけど、結局今こいつも定期踊り子増えたんで、どうなるかなって感じですけど、まあ未だに2500番台でしたっけ、なんかこいつの修善寺寄りの付属編成5両、なんかあいつも確か秋田かなんかで改造らしいんです、今改造中なんかな、確かなんかのその鉄道系のニュースで見たんですけど、ただ未だに5両編成の方ってまだ落成されてないんで、そうなると、まあ、あくまでもこれ俺の個人的な感じなんですけど、まあ、加藤ってこの E257 系って一応全車両出してるんですよね。昔のあずさ開示から、リニューアルされた、まあ、強化スカートのあずさ開示のリニューアル版とか、であとあの E257 系も5期5増の、500万台か。暴走特急の500万台も5期5増出してるんで、
おそらくこの踊り子出すとしたら、五期五増五世だと思うんですよ。で、もしかすると、まあ、五期五増とは言ったけど、もしかするとベストセレクションかなんかに、まあでも今のところ加藤ってこういう特急列車ってベストセレクションに似てて、まあ、成田エキスプレスとか一部の車両で少ないんで、どんどん変わるんですけど、もしこいつがベストセレクションに認定されちゃった場合って、3両もしくは4両のセットになっちゃうんですよ。あの、5両っていうブックケースではなくて。そうなってくると、まあ、3両の基本セットで売った場合、まあ、増結が6両になっちゃうんで、まあ、それこそアンバランスになるんですよ。で、そうなると多分4両基本、5両増結で売ったとした場合、まあ、加藤の車両も一部はね、その重量ケースっていうのができるんですけど、まあ、厚さがちょっとでかいはずなんで、重量ケースちょっと厳しいんで、そうなってくると2500万台か。付属編成の2500万台を、多分7両ウレタンかなんかにして、連結させて14両。前が9両、後ろが14両か。だからそうなってくると多分、付属編成も一緒に製品化しちゃって、3期6増5世か、4期5増5世で出てくると思うんですよね。まあ一応、ウレタンさえ7両使っちゃえば、まあ7両7両。まあ、前後ろぶっ込めますんで、なんだっけな、加藤がそのぶっ込む癖あるのって、昔からそうなんですよね。あの、185系の踊り子とか、8期2増5世で売った時も、まあ、8両基本で5両増結の方が7両売れたんだったんで、まあ、2両ぶっ込んでくださいみたいな感じなんで、多分そうなってくると、まあ、俺の感だと、まあ、一番濃厚なのは多分4期5増5世だと思うんですけど、まあ、問題は5世が出るかどうかすらがまだね、発表されてないし、むしろ今2000番台の踊り子って出ちゃってるんで、あれ2500番台だから微妙なんですよね。まあ2000番台だけで出るとしたら5両基本4両増結が濃厚かなと思いますね。まあ5両基本だったら昔の暴走特急のあのケース使えるし、増結だったらね、あずさ会場の4両増結がまああるんで、その辺のケース使えばね、できると思いますんで、まあ少なからずミニケースが2個にはなりそうかなっていう気がするんで、まあ仮にね、付属編成が出ない場合だったら5両基本4増っていう感じかなとは思いますね。まあ、俺自身こいつら2本とも踊り子買うかっつったらどうなんだろうな。まあ別に嫌いではないんだけど、でもね、この車両のいいところってなんかヘリコプターうるせえな。なんかマジでヘリコプターうるせえな。ちょっとね、そのあんまりいい画質じゃないんで申し訳ないんですけど、俺こっちの1号車側は知らないんですけど、2号車側ってなんか面白いんですよね。ちょっとこれ、たまたま、まあ、その、秋葉原行った帰りに東京駅で撮った画像なんで、めちゃくちゃ効率悪いんですけど。なんだっけな。これなんですよね。この貫通扉の方って、アルファベット表記の踊り子と、この縦型表記の、あ、間違えた、こっちか。この縦型表記の踊り子あるんで、これね、アッシーシャーツだけ欲しいなと思うんですよね。この前面の一石表示板だけ。だからまあセット買うのかどうなのか分かりませんけど、ちなみにこれ今思ったんですけど、これ貫通ホールついてるってことは貫通させんの分かんねえんだけど、貫通ホールが今ついてることにしたんだけど、こうやって画像めくってて、あれなんか変じゃねえと思ったら貫通ホールついてた。まあでもそうっすね。まあサフィールは買わないけど、あーでもなんか欲しいって欲しいんだよな。まあ大倉大臣にそんな感じなんですけど、でもね、俺の勘だと確か敷島が定価で結構3号ぐらいしたんですよね。違ったっけ？確か加藤の敷島定価で3号ぐらいだったんだよな。あ、そうですね。加藤の敷島144なら3号っすね。水風もじゃあ3号だっけ？でもなんか水風ね、38ぐらいした気がするんですよ。確かに、ね、敷島よりちょっと高かった気がするんだけどな。トワイライト水風。あった。あ、そうですね。こっちちょっと高かったですね。敷島が3号に対して、こっち36の重量ベースだったんで、まあ、まあ、1000円の違いなら安い。まあ、変わんないぐらいか。まあ、そうなってくると、今回8両ベースと考えると、多分お値段が2万、まあ、2万5000円ぐらいだと思うんですよね。多分、俺の個人的感？多分、サフィールなんかは8両セットで出た場合に2万5000円ぐらいすると思いますんで、まあ、でも8両2万5000円ってどうなんだろうな。高い方なのかな？なんですかね、確か横浜線かなんかが出たときはまだ8両で2万いくかいかないくらいだったんだ。885のときって違ったっけ。確か1万8000円ぐらいが定価だったはずなんで、
ああ、失礼、横浜で1万6000円か。まあ、ただ、特記品だから、まあ、2万5000円でも安いと思いますけどね。うん、まあ、これはあくまで俺の考えで申し訳ないですけど。で、踊り子の方に関して言えば、まあ、そうっすね。まあ、加藤の500番台か。一応、加藤から発売された500番台のやつが、まあ、5両基本が1万5000円。5両増結が1万2000円なんで、まあ、前面のこのライト版ですね。ここのライト加工してる都合上、まあ、ちょっとね、ボディに関しては、まあ、多分おそらく、ボディは変わらず、ライト周りだけを更新っていう可能性が高いと思いますんで、そうなると、まあ、5両ベースで、まあ、18とか、そんぐらい。で、4両増結のあずさ開示が、昔は、まあ、9600円だったんで、そうですね。まあ、多分まあ、増結も1万円ぐらいかなと思いますんで、まあ、9両フルセットで、まあ、多分2万8000円ぐらいかなと思いますね、こっちは。あくまでこれ俺の個人的感なんで、まあどうなるかちょっと発売してみないと分かんないんで申し訳ないんですけど。まあでもちなみに、あずさ開示の基本が1万7400円なんだ、7両で。そうなんだ。まあそうですね、でもまあ多分8両フルセット買ったら、まあ2鉢ぐらいが、まあ2鉢ぐらいだったら安いかなと思いますね、あくまで俺の感としては。まあただ買うかどうか。まあちょっとサフィール見てみましょうかね。ちなみにサフィール踊り子っていつ運転してんの？あれ土日限定だっけ確か。サフィール踊り子は、あった。停車駅と運行事故か。サフィールの停車時期と運行時刻。あ、毎日運転してるんだ。へぇ。1号、2号、東京駅発の1号と、下田発の2号が毎日運転。で、月、木、金曜日運転が、3号が、東京発の下田駅。で、月、木、金、土、日と祝日。まあ、火、水を除いた、まあ、土日と祝日。が下田発の東京駅が4号で、土日と祝日のみ新宿発の下田駅が5号なんだ。あ、じゃあ定期便で1往復は運転してるんだ毎日。ちなみに臨時の電車、新宿発が12時25分東京駅発が1時なんだ。ってことあれか、じゃあ一応踊り子って1時間ごとに定期列車なんだ。9時、10時、11時と。なるほど。下田に着くのが約1時半なんだ。おお、2時間半か。で、折り返し2時12分に折り返して、横浜に4時28分ってことは、横浜から川崎まで踊り子吹っ飛ばしたとして10分かかるんだよ。多分そうなるとでもあれか、4時35、まあ4時35分頃か。多分4時35分頃に川崎通過になるのかな、多分。一度見てみたいね、このサフィールの定期列車。これまだ見たことねえんだよな、ちゃんと。武蔵小杉で一回いたのしか知らねえんだよな、ほんと。あ、でも毎日運転してるんだ。ちなみに今朝の8時42分なんですけど。東京発が11時か。で、品川11時7分、横浜11時23分。そうなると、川崎の通過時刻がおおむね11時、15分頃かな。多分、川崎の通過時刻15分頃じゃないですかね。確か、定期の踊り子が105と7。確か14分頃だったんだよな。違ったっけな。確か14か15か16あたり。だったはずなんで、まあ、川崎駅としてはこの時間帯か。まあ、もしくは横浜に11時23分。え、すげえ、横浜の次、熱海はね、ノンストップなんだ。小田原にすら止まんないんだ。すげえな。まあ、熱海の後は伊東、伊豆高原、熱川、稲取、河津、下田川。ほんと停車駅吹っ飛ばしたな。東京、品川、横浜、熱海、伊東、高原、熱川、稲取、河津、下田。だとあれか、伊豆急線内が単線だから、まあ、下手したら途中、蓮台寺とか、まあ、伊東線内も、まあ、木の宮とか、伊豆高とか、多分どっかしらで運転停車するんですかね。すげえな。
まあでも、おおむね往復ともに東京から下田まで、まあ2時間半ぐらいか。まあ2時間20分、30分ぐらい。で、あれなんだよな、俺ちょこ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 さ、JR の駅に、緑の、なんだっけ、指定実験がある機械で、なんだっけ、サフィーナのチケット見てると、ほとんどの列車で売り切れなんですよね、土日なんかは。で、唯一残ってても3号車の、なんか2列シートのうちの1個しか残ってなかったりとか。結局チケットもなんかあまり取ってないですよね。まあでも行く行くは正直乗ってみたいかな。うん、まあ乗れたら乗ってみたいですね。まあでも下田に行く用事がねえからな。あ、でもなんかあれだけど、JR が発表したなんかその新幹線とかのなんかチケット料金が安くなるとか半額になるやつに確か踊り子乗ってなかったんだよな。なんか新幹線とか使用際とかが半額になるっていうなんかリリース情報は見たんですけど、あれ違ったっけ？あれ違ったっけ？確かね、新幹線と使用際とかは半額っていうのを見た。あ、これか。JR 東日本、駅ネット、お得だね以降か。多分そうなのかな。なんか、すっごいぐらい全部半額なんですよね。あった。これっすね。一応この、JR が新聞今やってる、駅ネットのお得だねのやつだと、まあ、乗車日の20日前の、あれで、まあ、まあ、やると、まあ、新幹線とかめちゃくちゃ半額になるらしいんですよ。これ、50% 割引ってことで。それがね、対象がね、これだけだったんですよね。ちょっとこれ邪魔なんで消しますけど。まあ一応、日立、あずさ、かいじ、若潮、しおさ、稲穂、津軽。で、まあ日光行きと、踊り子対象外なんですよね。なんか、ショックだな。若潮でも、阿波鴨川行きだろ、確か。多分そうだよな。普通車の指定席が半額になるだけか。指定席乗らねえからな。俺絶対乗っても自由席なんだよな。確かなんかツイッターに誰かなんか調教師だか記者がなんかそんなツイートしてたのあったな。ちょっと待って。見つかんなかった。まあいいや。まあ、半額になれば踊り込んでもよかったんですけどね。まあ、でも正直あれか。日立に、潮騒か。潮騒じゃん、若潮か。で、日光か。つまりあれか。まあ、東照宮行くか、阿波鴨川行けってことなのか。まあ俺は、ああ、でも、あわかもかなり行ってもいいかもな、水族館行きてえな。まあ、とりあえずそれぐらいかなと思いますね。まあ、あとはそうか、マイクレースか。マイクレースは確か、加藤より先に500万台を出したのかな、確か。257の。だからまあ、マイクレースが、マイクレースって東日本の特急列車って数少ないんですよね。俺が知ってる範囲って、ほん、えーとね、多分昔の一パーさんとか、一パー休憩の、ほんと、あずさ、若潮とか、あとあれか、255系と500万台の E25 なんでしょ。多分、ほんと、あと、東武の日光特急の昔の一パー休憩ぐらいしか、多分、マイクレースからの東日本の特急って出てないはずなんですよね。確か。多分、そのはず。マイクレースってどちらかというとね、マイナーな車両が多いんだよね。面白いことに。だから、多分ね、出てこないと思うんですけど、まあ出てきても多分加藤のクオリティと値段には勝てないと思うんで、多分出ないと思いますね。まあ、あとはどうなるかかなって感じですかね。そして、あとは、あと加藤もう一個っすね。まあ告知というか案内か。こっちっすね。11月発売される、まあ、渦潮っすね。まあ、なんだっけ。忘れた。なんとか2009号、なんて言うんだっけ。忘れたんですけど、まあ、とりあえず今年の4月っすね。まあ、先月、先月？あ、そっか、先月か。今月も加藤から、そっか、あれか。東武とかが出てるのか。まあ、先月案内したね。これ特急品のっすね。特別企画品の方の、渦潮4号のセット。そちらの方の、まあ、中間車の、先頭車両のね、2465車。なんかこちらがね、変わるみたいですね。2462号車に。まあ、なんで変わるのかわかんないですけど、たまに加藤ってこの年に1本か2本ぐらいあるんですよね。
このたまーにこの車番が変わってくるってこと？一応ポスターで確認してるんですけど。そうですね。渦潮4号特別確認のもですね。あってますね。まあどうなるか。ちなみにメーカー早いですね。もうこっちももう車番変更されてますね。ここ渦潮4号早いな、やること。まあ、昨日のうちに更新されてるから多分全部変えたんだろうな。まあでもいいんじゃないですかね。まあこれで結局あれか、なんだっけな、高松と松山だっけ、なんか松山なんか2地域の所属かなんかが綺麗に分かれたみたいですね。四国二千系、あ、間違えた、所属と、そうですね、二千系、あった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 、二千系が高松運転所にも一部いるみたいですね。で、今回この、特別確認の、まあ、こっちに入ってる車両で言うと、モーター車の2428ですね。こちらが、まあ一応、この高松所属。で、2458、こちらも高松所属と。で、ただ、2522、そして、まあ、新しくなった2462。そうですね、2460の高松ですね。だから先頭車両の58と、モーター車の、失礼、その後の62と、58、62、あとは、28番ですね。この3台が、まあ、高松所属で、残った2425と、2522、こちらの2台に関しては、まあ、松山の所属になったって感じなんですね。まあ、ちなみに2460時代は松山なんで、まあ、高松3本、松山2本になったんですね。まあ、なぜか。面白いですね、ディーゼル車って。あ、やっぱり高松と松山でよかったのか。まあ、ちなみにこの高松に所属している2000系時代は、2100型4両、2150型3両、2403両、で、2450型3両、2500型1両の計14両。片や松山運転所属の2000系は、こっちの方が多いですね。2100型8両、2154両、2200が2両、2400が3、2450も3、で、2500も3のトータル23両。ちなみにアンパンマンもこっちなんですね。2117なんだ。2117と2152。こちらの2台は今のところアンパンマン、ラッピングなんですね。へー。初めて知った。まあ、アンパンマンの車両もね、2000系だったり8000系だったり結構いますんでね。2000系でもいろいろあるんだっけ？ピンクだったり、なんかいろいろだったりなんかわかんないね、俺もやつ。まあ、番犬が取れたら加藤からね、2000系のアンパンマン列車出たら俺は絶対買いますけど。出ることあんのかな？あのマイクレースですら出なかったっすからね。アンパンマンだけは。まあ一応ね、今回車番が変わるってことっすけど、まあでも、期待は期待じゃないですかね。一応そんな感じでございますというとこだけはお伝えしとこうかなと思います。で、こっちの今使ってるこっちのタブレットなんですけど、とうとうこちらに接続してる白い Wi-Fi の方なんですけども、もうね、今日だけで3回っすね。Wi-Fi の電源がもう勝手に落ちちゃう現象で、なんとすごいことにこんな感じ。バッテリーがめちゃくちゃ肥大してるんですよ。だからこれ、マジでさっさと au に電話して、交換の保険サービス使わないと多分やばいな。破裂したらどうなんだろう。多分ね、なんだっけな。モバイルバッテリーだっけ？モバイルバッテリーっていうのが破裂とか発火っていう事象っていうのを俺も聞いたことあるんですよ。ただこういうふうに、モバイル Wi-Fi のバッテリー破裂って前例あるんですかね？俺もいまいち知らないんだけど。どうなんでしょうね。あ、
でも多分あれだな、本当に。もう Wi-Fi がぶっ壊れてて。まあ一応あの Wi-Fi 常にあの充電しっぱなしの状況なんで、それでもう Wi-Fi のバッテリーが肥大したんですかね。わかんないけど。まあとりあえずはね、そんなこんなの加藤の案内ではございましたと。今日、まあ土曜日なんですけども、一応今日なのかな、確か加藤からカシオペアの C パーツが発売されるの。多分そうだったよな。今日8日、8日。あ、今日っすね。今日8月8日の土曜日発売なんで、まあ多分、どうなのかな？もうポポネットとか来てんのかな？ C パーツのあれ。とりあえずね、来てたらちょっとね、来週月曜日か水曜日に、まあ来週とか明後日か、まあ来週の水曜日にでもね、一人行きたいかなと思うんですね。まあその時に、まあ一応、あれか、俺浅草線の予約の確認して、で、加藤の北斗星ですね。まあカシオペアに関してはトミックス星なり加藤星なり、まず合計3台所有してたんで、正確には5台なんですけど、今近くの手元なのが3台だけなんで。まあ、あるんで、まあ、北斗星がね、1台しかなかったんで、北斗星のはね、予約取れたんで、まあ、ちょっと北斗星のはね、機関車1台だけ買おうかなと思いますね。まあ、そんなところかなと思います。というわけでね、これで紹介終わりたいと思います。ではまた次回の動画でご視聴ありがとうございました。